こんにちは。自称なんちゃってデザイナー、コウジです。先日税務署に行って開業届を出してきました。いろいろ準備しなきゃいけないことがあるのですが、その中で以前より申し込んでいたペイペイ、自宅が事務所でも看板が写った画像が欲しいとのこと、他に必要なのは開業届の控えと扱っている商品群の写真。これらはすぐに準備できるので、今回は自宅兼事務所に掲げる屋号の表札をカッティングマシン使って自作していきたいと思います。ということで、イラストレーター使って看板のデザインを作成。見た目をプロ仕上げっぽくした方が審査のイメージがいいような気がするので、文字を作った後ブランドロゴを2色組み合わせデザインで作っていこうと思っています。その前に文字にも一工夫凝らしてデザイン事務所らしさも出そうと四苦八苦しています。適当に T シャツのシルエットを描こうとしてオロオロ作業してます。左右対称デザインなので半分だけ作ってコピペ反転したものをくっつける方法を使ってます。昔はバカだったのですごい時間かけてグリッドのマス目数えたりしながら左右対称のデザインを描いていましたが、ある日突然半分作ればコピペでいいじゃんって気づきました。世の中では当たり前の技術でした。気づくのが遅すぎです。 T の文字をワンポイントで T シャツ型の型抜きにすることでなんだかそれっぽくできました。あんまりごちゃごちゃしてもあれなので、あとは微調整にとどめておきます。続いてマッドアングラーのロゴ、これを2色に分割していきます。とその前に文字部分だけをカットしちゃいますね。今回はステカの SV8 を使います。20センチ幅のステッカーシートの在庫が何色もあるのと、後ほどカットするロゴが10分の1ミリのズレも許されないので、イラストレータープラグインがあるステカを使うことにしました。シルエットカメオのイラストレータープラグインも買っておかなきゃなと思いつつ、いろいろ入り用で後回しになっています。今のところステカとカメオ2台使い分けでなんとかなっていますしね。余っているステッカーの中から今回は文字を黒、ロゴを赤と金の2色で作ります。あと測って決定した大きさだけでなく、一回り小さいサイズも同時にカットしておきました。何気に作っちゃってからもう少し小さい方が良かったかなって思うことが意外と多いもんで。そして今回の難関、1色用に作ってあるロゴのカットデータをどうやって分割しようか試案中。とりあえず分割したいところに線を引きました。この状態で2色シートを切ってしまって使う部分だけ残して使ってもいいんですが、極力無駄にシートを捨てたくないというせこい気持ちで試行錯誤しています。ロゴを分割する線とロゴのカットする線とのクロスする場所にアンカーを追加していき、ハサミツールでアンカーを切っていきます。この状態で分解できないかなとやってみたのですが、切り分ける部分に寸分の狂いもなく分割するのは手間暇かかりそうなので、今加工したデータをコピー&ペーストで2つにしました。全く同じデータ使って頭の部分を消したデータとテール部分を消したデータ2つ作っちゃおうって作戦です。その作戦が意外と面倒くさがりな僕の作業的にはまり、簡単に2色分割用のデータが作れました。できたデータをパーツごとに選択しやすいように間を空けて配置し、そのままカットスタジオに送ります。別々に送るとパーツごとの大きさ揃えるのが面倒なんですよね。ただイラストレーターでデータを作る際にすでに詳細なサイズを決めてしまっていれば、カットスタジオ上でデータの大きさを変える必要もなかったので、そこは僕の落ち度です。
カットスタジオ上でグループ化して大きさを決定したらグループ解除してテール部分の消去をし、一旦名前をつけて保存。戻るツールで消去前に戻し、今度は頭部分を消去し名前をつけて保存。これで2色分割用のデータが揃いました。 SV8 でカットしている間にパネル材を準備します。今回はスミペックスという白のアクリル板にしました。ツヤツヤすぎてカメラのピントが泳いでいます。2色分カットできたので不要部分を外っていきます。2サイズ切ったうち現物合わせで大きい方を使うことにしました。シールギリギリで台紙を切りたいので懐中電灯で照らしちゃったりしています。年取ってくると明るさ不足だと細かいところが全然見えないんですよね。苦労しながらもいい感じで切れたので台紙の裏にセロテープをつけてずれないように組み合わせます。2色合わせれたらそのままアプリケーションシートを貼り、ロゴステッカーの準備完了。弱粘着のアプリケーションシートなので台紙にステッカー部品の置き忘れがないように注意して剥がしています。文字部分も同じように作業します。こちらは濁点などの小さなパーツが多いため不要部分と一緒に剥がしてしまったり、アプリケーションシート貼る際に台紙に部品を置き忘れたりがあるため注意して作業します。微妙に数ミリアプリケーションシートの幅が狭いですが、貼り付け工程に問題ないレベルなのでそのまま使いました。アプリケーションシートを少し大きめにカットしておくことによりステッカーの台紙を剥がす前に1行目の固定がしやすいです。位置を固定したら台紙にステッカーの置き忘れがないか確認しつつ台紙を剥がし、空気が入らないよう端から貼り付けていきます。この時ドライヤーなどで温めながらスキージーという貼り付け用ヘラで端から圧着するとより綺麗に貼ることができます。貼り終わったらアプリケーションシートを剥がして貼り付け完了。シールの縁がカットした時の圧でわずかに歪んでいたため少し浮いて空気入っている部分が出ちゃいました。小さいシートですがドライヤー使ってシートを柔らかくした方が良かったですね。でもこの程度なら後から温めながらスキージでしごけば問題なさそうです。端の不要部分を切ろうと思ったのですがカッターじゃ無理がありました。横を切り落とすのは後回しにして下にもできた空白をどうしようか考えて追加で文字シールを作成。後付けアイデアでしたがこれがいい感じにはまって事業所の表札っぽさがアップしました。アクリル板用のカッターを買ってきて不要部分を切り離して完成。最後までご視聴ありがとうございました。